1回だけかな、10連1回だけ引くわ。やってくだせ。できれば出てほしくないよね、 S サバだし保存できなくなるしね。そう、完全保存召喚だから。はい、あすぜ、こっち、あー虹枠来るんだよな。マジかよ、虹枠なんだよな。なんで。はい、ゲーマルク。いやゲーマルク来た。ゲーマルクと嫁来たいじゃない。嫁来たい、キャラ数の嫁だからあと新松永の金図。おお、いいじゃないですか。新松永、うん、よくないな、あんまりわかんないけど、なんか銃撃機、やないかやないか。あ、いいな、高機動ザク 3S 仕様、黒い3です、ね、いいっしょ。それ僕欲しいんですよね、それめっちゃかっこいいっしょ、あの2連バズ。そう、2連バズかっこよすぎてもうそれだけに憧れて交換したから同じ思考だわ思考レベルが同じだ強いとかじゃないからそうそう、見た目でしょ。そう、見た目、この2連バズってだけで交換したから強いわ、それ見た目が。いいんだよな、この連結バズーカ。ちょっと大成功絶対飛行何枚なら大成功引かせてくれる。3枚だな。よし、うわやば、ビムシュ、うわ当たりじゃね。インチキやで、ね、インチキやで、それインチキ、これインチキやで、それインチキなん。売る売る売るしかない、それ売る売る。バツバツ、ビムシュクイディロロケシュ、ウランとバンされるです。F の方バンされるからそれなんでやねんなんで S じゃってて F の方バンされるウルはじゃあもうそれは嫌がらせ、運営からのね、悪質な嫌がらせが来る。何がいいんだろうね。手ぶ連想メガ粒子砲、手ぶ、うん、ワンブグレネードランチャー、何が強いんでしょうね、ほんと。ワンブハイパーメガ粒子砲、これだろうね、多分。ハイパービゲロビ、ゲロビじゃないな、これはチャービーみたいな感じ、チャージ系のチャージもない、ビーム、ビームだね、でっかいノンチャージの、6500で、チャージもある、もちろん。で、グレネードランチャーがゼータガンダムみたいなやつ、うん、で、このあれっすね、全訪問メガリブシオてこれ強そう。こうでしょ。こうして。あそこファンネルもあるんだ。そう、ファンネルも。やばこれ、設置型ファンネルですか、これ。あります。そんな。すげえ。設置型設定さん使えるんですか、これ。何、設置型って。あ、ほんとだ。稼働時間とかある。そう。で、見ようと、威力1000。しんどそう。しんどそう、それは。置いとくだけで自動で攻撃してくれることけど、稼働時間70とかなんだけど、どんぐらいですか70って。わからん一気倒すの精一杯ぐらいかな、うん、だから6個して最初にマザーファンネル出す。ちょ一回あれ演習いってらっしゃい。これ演習どこ、フレンドがどこ行ったかとかって見れませんでした。あ、始まっちゃった。え？始まっちゃった。え？始まっちゃった。出たよ。進行中の自軍部隊を護衛し、こういう時だけすぐ参戦するんだから。演習したい時に始めようとするとすぐ参戦するやつ。ガンオンあるある。ガンオンあるあるの。
第7位。嫌がらせや。第7位、うん、7位ですわこれは。また鉱山都市。おお、いいね、召喚部屋久しぶり。ね、お一人だけ、お一人だけ茶色いやつがおるぞ。茶色帯がおるぞ、一人だけ。誰やこの雑魚連れてきたやつ。じゃあこれ金色がちょっとあの、なんていうんですか、ちょっと錆びた。昔からやってて、そう。風化した。めっちゃ強いから。風化したタイプの。風化したタイプなのね。減衰レベルだからこれ。あの伝説の。どうしよっかな。改造してないけど、ゲーマルク入れてみよう。使いたい。え？脳改造。召喚成長舐めすぎですよ、それは。いや、もう楽勝でしょ。あ、これレースマップだし。もう、さっき一戦やって覚えたから。まず XA。で、その後、ZC。もしくは Y の防衛。だから、本当に勝ちたい場合は、XB 行ってからの A だね。そういうこと。うん、もう完璧でしょ。勝ったな、これ。いかに B を先に落とせるか。真ん中をね。その戦い。初動何で行こうかな。初動はフライトタイプ。うん、赤いとどっちが早いんだろうこれ。絶対フライトタイプ。フライトタイプはね、ちゃんとフルマストしたんで。シャゲルで行くから。そんな早くないでしょそいつ。投擲持ってるわ。シャゲル懐かしいな、昔それでちょっとはしゃいでたけど。楽しかったよね。そう、婚活じゃねえからやべえとか言って。懐かしき時代。懐かしいわ。ちょうどククルスドアンが出てきたあたり。石投げよるザクが出てきたあたり。いなくなったなあいつ。あそこ結構好きやってんけどな、ククルスドアン。あいつどこ行ったん、あいつ。消えた消えた、消された、ガオンに。陰謀だわ、なんか陰謀。XA けど拠点殴るんだったらシャゲルじゃない気がするけど、スピード的にちょっと他のやつじゃ追いつかないな。シャゲルで、ゲマルで、ゲマルでいきます。ゲマルでいくの、うん、だったら Y と Z どっちか言って防衛行った方がいいんじゃない。いや、拠点に設置するわ。パネル。絶対間に合わんから。行った頃にはみんなの死骸だらけだよ。あ、かっけ。なんだろう、フォルムがいいよね、ゲーマルクって。でかっ。でかっ、おっそ。ちょっと待ってや、ちょ。最速でね、たまに格闘機がね、うん、ブンブンしてくる。ホバータイプらしいわこいつ。うう、防衛めちゃくちゃいるわ、マジ。もうガチじゃん、ガチ防衛じゃん。召喚戦場なんだよなここ。気象いって召喚防衛するとか。あー、もうこれ通んないわ。気象いって、それはあ、通った通った。あー、通んなかった。割れる割れる割れんな割れんな。オッケーオッケー。防衛します、防衛します。どっちだ、 Z か Y か。割れるか、 Y、 あとあとちょいあとちょいあとちょい、見る見る見る。ミニ敵全然こんな。トツどういうこっちゃ。時間差、トツ時間差来る、時間差ありえるよ。そんなんして時間差だわ、時間差。そんなんしてる間に攻めちゃうけどね。ルナタンク。ああ、死んだ一瞬で。
来るんだったらどこ来るかな。 Y か X か X か、いや Z か。ちょっと地雷設置するわ。地雷設置任せた。サンダーボルトで暴れてくる。設置の設置のエテポンゲってよく言われたもんだわ昔は。本当に、うん、保存保存やけどな。設置召喚、設置召喚として名を馳せたもんだわ本当。よし、こんだけくっつけりゃ問題ない。ちょっと赤いサンダーボルト強すぎ問題だね。欲しい。サンボルどっちでもいいから欲しいわ、一体。銀ズラでも当たったら使いたかったけどさ、銀ズラ出なかったしな。ジムスナイパーツうめえわ。召喚ベアやる。ちょっと露角ないからさ、これ落ちたらまずいよ。はい、白はまだ見つけた。任せろ。やばい、アマダーが来てる。アマダーがアムラーみたいに言わないでください。アマダーがアマダーが来てる。やばい。あ、ごめんね、ルナタック邪魔して。やっぱ支援機ってつまんないよな。何で乗ってんの。ほんとつまんない。召喚維持のために。正直でいいこと。召喚維持のために乗っている。だー、やばい、ドーベンウルフが殺されちまう。全然地雷誰も踏まないわ。地雷負けるんだそれ。そうそう、あいつあの支援機が地雷負けよんね。あ、陰湿だな、やることが。ほんとリペポ持ってるから地雷負き放題。地雷負き放題2980円だから。やばいよ。ピザがあった、ピザ職人だったもん。うわー、チャビ固着な野郎め。引かない、こういう時は引かない方がいい。きっしょ。やられた。これやから召喚は。あんたも召喚やで一応。これやからもう。はもうだからジムスナイパーの人ちょっときっしょ。ああ CG だ CG。 何秒。30秒。ああ、まあ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 。支援機いらんか、支援機いらんかったらもっと大変だもん。ねえ。拠点のリペポンとこに砲撃撃ってくるやつおる。うざ。殺され、うざすぎるんだけど、殺されたわ。うざ。ドーベウルが言った、それで。一番うざいやつ。くっそうぜえわ。許さねえ、あいつ。やばいやばい、ファットアンクルが、ファットアンクルがボコボコだもん。ボコボコだもん、これ消えてるし、もうやべ。ちょ、気をつけてください、そこら辺立ち止まると、うん、もうすぐスナイパーに撃ち抜かれますよ。もう逃げねん、もう耐えた。迫撃よいしょ。いいぞ、俺のタンク。お、いいポン発見。あ、落ちる。あはは。いいポン消し飛んだ。ちょっと。グフフがいるわ、まだ。希望。だ。マジ強っ。
あ、グフフいった、グフフいった、グフフタイム、射撃行くわ。ちょ、連携プレイで行こう。任せてください。どこ？ここじゃ。右舷から展開していこうか。了解。データの音がする。ロックオン。された。嘘、どこ？いた。気をつけろ、出すぎるな。危ないね。けど一匹だけ臭いぞ。ニューガンダムがいる。引いたね、引いたね。あー、いる。白アマダに目をつけられてしまった。なんてこった。逃げる逃げる、それは逃げる。じゃあアマダじゃん、アマダ。と思った、後ろからジュアックに殺された。生きてる？死んだ？生きてる生きてる、けど死ぬ。あ、やばい、アマダやめて。危ねえ。耐えた耐えた耐えたけど、アマダがいる。アマダ殴って殺す。よし、帰る。じゃあアマダこっち来んなよ。おし、帰ったな。もうよし、こいつでとっとと修理しな。完全に完全に相手の地雷は置物とかしてるわ。どこに置いてんの逆に。Z のさ、拠点の前の坂道んとこ。はい、見て殴ります。敵艦を落としました。消し飛んだ。お、こっちか。敵確認。あぶね。ジムキャノンに殺されたかった。グフフライトタイプ。白アマダなんでこんないっぱい出てくる。何人おるん白アマダ。え、おない。替え玉問題でしょ。多いって白アマ。あ、もうちょっと、マジカオス。マジでカオス。X 注意、了解。いるわ。かっけ、行って。撃たれた。あ、的がでかいから。行って、逃げよう。で、逃げてる、帰ってる最初に後ろから射抜かれるんでしょ。知ってっから危ねえ。で、あのリベポ行ったら砲撃で撃たれるから。もうやってらんねえわ、もう。超完全だね。やめじゃ、もうやめ。よし。速報速報。11分経過しましたが、なんとスコア21。何やってんの。何、マジで何やってんの。速報。ちょっと助けてくれないかな。本気で何やってんの。やばい、召喚やばいわ。マジ召喚マジマンジだわ。嫌いだわ。と嫌い召喚とかいう種族。あんな遠くから撃ってきるしな。なんだろう、ゲーマルクフルアーマーダブルゼータ的な感じかな。使い方で言ったらチャージのでっかいやつ撃って、うん、すぐ溶けちまうわ。ただでけえんだよなこいつ。
めっちゃ来てる。地雷踏めよお前らは。もうちょっと前に出てきて地雷踏めばいい。ああ、なんちゅう強さの召喚。ほんと強いよね。人間かこれ本当にやってんの。けど勝てそうだね。勝ちゃいいんだ。んそうだ知るか個人の成績なんて。もうすぐ死ぬもう。すぐ死ぬ。もう地雷の設置場所間違えた気がするわ。もう更新しようかな。そろそろ、うん、そろそろ誰も踏まないしって思ったらめっちゃ大群に Z トスが来るんでしょ。やばいよそれは。もうアマだ。ゲロビ強いやっぱり。ネットガンを取れた。陰湿だから。これだから召喚は。いやうるさいうるさいうるさい。みんななんか召喚部屋になるとやっぱ持ってる機体が新鮮だな。みんなね、新参機体ばっかだから強い。あやべ、あもうダメだ。あー CT CT 入った。迫撃を逃げる。支援機で頑張ってろ。やっと一気起き上がらしポイント46になったから。よし終わった。召喚部カオスだったわ。お疲れ様でした。やばい、やばいんじゃないですかそれ。ないない50位。最下位じゃん実質。ちょっと順位より下おる。そしてこのポイントの差ね。一応あの50ぐらい差があるっていうね。本当に順位より下ですよってさ。いやこれでさふざけてやってるんだったらまだわかるけどさ、割と真面目にやってるからしんどいんだよ。本当に早く落として階級。これでまた1個ね、少々に近づいたから、また1歩。ダメな少々が出来上がった。また1歩。で、この階級制度にね、あの文句つけてこう、絵手がどんどん上がっていって、少々、中小に上がっていってる。おかしいと、この階級制度おかしいと。問題がある。間違ってる。うん、間違ってる。